さあ、女子アナ神戸ルルアナの新しい旦那様探し、はい、イエイ、やったー旦那様ー。今日の旦那様候補はですね、はい、ハーレーダビッドさん。おお、どうだ、俺の名前を聞いたことありますか、ね、はい、もちろんです、はい、いろんなあの展示のハーレーダビッドさんをあの教習所でも見ました。そうですね、それもですね、はい、今回新しいタイプで、はい、ソフテールシリーズの、スポーツグライドというですね、はい、今シャーシ一新、足回りも一新、はい、倒立フォークもついて、はい、まあ、ハーレーの乗り味がですね、はい、もう一新したというマシンに、実は私もこれ初めてなんですよ。お、まあ、今までのハーレーももちろん乗ってるんですけど、はい、まあ、どのぐらい違うのか、そしてちゃんとハーレーらしさが残ってるのか、そんなところをですね、私も気にしながら乗るんですが、はい、ちょっとまたがってみる、ちょっとまたがってみる、いいんですか、まあ、一応あの資格はあるからねいや、一応ね、何回も言うけど一応大型免許持ってるんで一応またがってみようか。一応いいですか、はい、失礼します。ハーレーらしいポジションですよ、これは。いやーすごい、はい、あのさっきの BMW とは、はい、あのもうポジションが違います。あの乗り方が全然違います、はい、あ、ちゃんと間違えないで足を置いたね。あのこれサイドステップですよね。それはね、後ろの人、ね、あれ後ろの人用の、はい、あれですよね。どうだ、そのちょっとこう雰囲気出してよ。ババババババって感じです。まさにこの待ってました、ハーレーダビッドソンのこのババババって感じ、はい、あとはあの今まで乗ってきたタイプ あの CB とかの7班は こういう感じだったんですけど、はい、これは、そうそうそう、逆だよね。逆ですね、はい、ちょっとのけぞる、のけぞるほどではないけど、足をこれ、まあフォワードステップっていうね、うん、足を前に投げ出すタイプなんで、はい、これね、足が短い人はね似合わないんですいや、俺もねどうしよう、俺もなかなか似合うものがなくなってきてんだけど、でも近頃だいぶコンパクトになってきたんで、私でもね、楽しく乗れんじゃないかなと思ってね。いや、すごいですね、なんかハーレーラビットソンっていうこのここら辺のこの感じがすごく好きです。第一印象は、第一印象どう、惚れた、かなりいい感じです。いい感じ、はい、あのイケメンザイケメン、ザイケ、あ、これをイケメンなんだよね。はい、私の中ではイケメンです。イケメンなんだね、よし。ただ付き合ってもらえるかどうかは、そうね、ちょっとこれね、ハーレーも人選ぶからね。あ、そうなんですね。あんまりね、そうだな、はい、まあジャジャ馬の方がいいかな。だからルルさんぴったりかもよ、ジャジャ馬。ちょっとさっきの BMW の方は、うん、紳士的な方だったんで、うん、危険な香りのする方がすごく、はい、いいですね、私の中では、はい。じゃあ乗ってみますかね。私が、あ、乗れ、一応乗れるからねいや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 、ちょっとね、こののけぞる感じ、まだあの旦那様に対してちょっと失礼だと思うんで、あの後ろに乗させてください。そうですね、はい、まあちょっと行ってみましょうかね。はい、失礼します。バリカワー、すごい、おお、乗り心地が全く違います。よし、すいません、丸山さん、失礼します。全然違う、いいね、いいね、うわー、1、おー、全然違う、よし、それでは行きましょうか。
ツハーレーどうだった？もうめっちゃ楽しかったです。あの思ってた印象と違う？思ってた印象よりもかなり、うん、あの低車高というか、うん、まあ低い位置で、ね、乗れるよね。あの走行感があります。走ってる感がなるほど、すごいです。新鮮だな、新鮮だな。低い位置でなんかちょっとスピード感というか、うん、スピード感、なんか走ってる感覚がすごいします。そうだね。あとやっぱ振動とか、うん、振動、うん、振動もやっぱり来たよ。ちょっと初心者なりに、うん、いいハーレーの振動をね語るのは難しいよ。いや言ってごらん、どういう振動だか。あの道の感覚も全部伝わってきます。おいい、ね、どういう道かっていうのも、これ素晴らしい感じだね。本当ですか。全ての何こう道の雰囲気が体に伝わってくるんだ。伝わってきます。なんか全部自分の体で受け止めてるっていう感じが。しびれてる今ちょっと。かなりしびれてます。ドキドキします。どういう、でもね、いい、合ってるよハーレーの感覚ね。本当ですか。うん、あとエンジンのやっぱこの音が、うん音ね、うん、やっぱりハーレーっぽい今まで聞いてたうん、うん、あのなんかドド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 っていう。うかあのなんか何とも言えないあのハーレー。来たみたいな感じの音がすごいしてて、乗る前にハーレーなんかババババババって言ってたけど、うん、ちょっと違うでしょ。ちょっと違いました。ちょっとバババババじゃなくてドドドドドドドってした。いいねいいね。そうだね、はい、あのね私もこれ新しいねソフテールの初めて乗ったんだけど、はい、乗り心地が全然良くなったなこれ。あ、そうなんですね、うん、であとはね車体がねすごく軽くなったような感じがする。やっぱねもうちょっと前はね鉄スチールスチールしてていやすごい重量感もあったし、はい、その重量感のおかげで路面の突き上げ感というかね、ちょっとデコボコ乗った時のドカンっていう腰に響くね感じが大きかったんだけど、全然乗り心地が良くなって車体が軽くなった感じね。それでいてまあクルーザーだからやっぱりまっすぐ走る、曲がるにはやっぱりこうステアリングがね大きくバターンという感じなんだけど、まっすぐ走ってる時の直進性の良さと乗り心地が良くなって、あーなんか本当に長くのんびりクルージングするにはいいかなと。それでいて高いギアでね、たまにアクセルをガッて開けるとドッ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 っていうねドッ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 っていう感じがあって、あーなんかこう、あ、開けりゃ応えるな、でも何もしなければひたすらゆっくりね走るみたいな感じで。さあ旦那さんに例えると、旦那さんに例えると、うん、結構ワイルド系ですね。あ、ワイルド系ね。私の中ではワイルド系です。そうですね。まあアメリカンなだけにですね、私もですねおすすめるとするとしたらですね、結構フリーダムな自由人な旦那だからあ、先行きどうなるか分かんないけど意外と自由で、はい、あのお金に困ってもあんまり苦にならない感じで愛されてないならないなりにゆっくり行こうかみたいなね、はい、そんな旦那さんですけどどうですか。私の中で星5つ中、うん、ハーレーダビッドソン、うん、星 4.5 です。お 4.5、はい、4.5 来た、はい、結構じゃあいい線いってるな、はい、何が突き刺さってる今私の中では。かなりフリーダムだよこれ。かなりフリーダムなところ、うん、このあの振動とともにこのワイルドな感じ、うん、自分がこう乗ってる時とかに多分感じるであろうこのなんか操ってる感じゃないですけど、うん、そういった感じが私の中ではちょっとキュンとくるポイントでした。なるほどね、意外とあれだね、こうやっぱ振動とかね、こうオートバイらしさ、なんていうのかな、生きてる感、生きてる感、生きてる感ね、本当に生きてる感で日々生きてる日々生きてる感じだから結構いっぱいいっぱいだからさ結構いっぱいいっぱいなところが、うん、私にはなんかこう刺激的で惹かれてしまう要素ですね、はい、これね、うん、自分のねこれからねあの旦那、まあ、要は大型乗るのにね、はい、ハーレーダビッドソンも、はい、じゃあこうだいぶ入ったね自分の中に、はい、一つの選ぶポイントにね。そうですね、はい、思ったよりは、うん、最初の食えるやつ食えるやついいのよ、いいのよ本当にそれで、はい、うん、選んでしまいそうなこの惹かれる感じがね、またワイルドな感じがとてもいいです。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。